プラスチックパッケージの U6 万1000、ディセラミックパッケージの U6 万 1000CU6 万1000の解説を受けるエイリッヒホーネッカー U6 万1000は1989年に CMOS 技術をもとにしてドイツ民主共和国で製造された初の 1M ビットの D ラム集積回路である。1986年からベブドレス電微小電子。 工学研究所、ベブ・カールツ・ツアイス・スイエマによって開発が開始され、1990年からは、量産のため、ベブ・カール・マークス・エア・フルトのエーソスリ3に移管された。U61000 は、国際的には511000に順次、CMOS 技術で1.2マイクロメートルのプロセスルールで、製造された18ピン樹脂パッケージ、または、セラミックパッケージがある。 内部は 1024K1 ビットで、アクセス時間は100から127秒である。メモリーチップは主に、ロボトロンコンピュータ K1820、K1840、EC1835 に使用された。1986年2月11日に、マイクロエレクトロニクス開発が決定され、ZMD で 1M ビットの記憶回路が3年かけて、開発され、 1990年から量産が開始された。東芝による6 4ロビットと2 5 6キロビット d r a m の製造技術をもとに1 m ビットの D-RAM の開発がドレスデンで開始された。さらに旧東ドイツの大外情報機関であるハバーアプト14によってビルシーの量産に必要とされるシーメンス社のビルシー製造技術の資料が入手された。 この技術は以前、シーメンスが自社製品のために東芝からライセンス導入したものだった。量産にあたり、シーメンスの技術者たちは大きな困難に打ち勝った。ZMD の開発者は私たちの計画に適さず、イエナの装置には過剰だったと述べ、これらの文献は実際には使用されなかったとされる。これに対しシュタージは科学者たちが彼らが入手した。 情報を活用しなかったことに対して失望した。シーメンスの集積回路開発者への CIA によるその後の調査ではドレスデンでのメガビットチップにシーメンスの文献が使用された疑いを確認できなかった。COCOM による技術記入により国際市場から合法的に量産に必要な製造装置と開発に必要なコンピュータを購入することはできなかった。 したがって、重要な製造装置であるステッパー、電子線描画装置、LPCVD 装置、イオンビームエッチング装置や、組み立てラインは、カールザイスイエナとドレスデンウェブエレクトロマットで開発、製造された。他の重要な製造装置である、反応性イオンエッチング装置とイオン注入装置は、ソビエトとの協力協定の下で開発されたものを、元にした。 ソビエト製では必要な品質が得られなかったので SED が開発を主導することが決定されこの製造装置と回路開発用の強力なコンピュータは西ドイツの法律に抵触し同様にここ無規制により他の西側諸国からも輸入はできなかったしかし輸入された装置は ZMD の技術者によって大幅に最適化され 本来の用途に使用できるように技術的に改良された。1988年8月10日、試験装置が初めて運転され、1 m ビットのメモリーチップのエラーのない開発パターンが検出された。これらのパターンは1988年9月12日に発表され、エイリッヒホーネッカーが視察した。記憶阻止の開発に携わった。 研究所は1988年にドイツ民主共和国国家功労賞を受賞した。1989年のライプツヒメッセでは U6 万1000が金賞を授与された。ZMD の量産先行製造設備では1988年に約5000個の U6 万1000が生産された。1989年にはさらに3万個が生産された。 生産部止まりは最大20%だった。開発作業は1990年に完了し、量産はクムエアフルトのエーソスリ3新工場に移管され、必要な製造装置の台数不足が多発した。すでに4 m ビットの記憶回路の開発も計画されたが同様に量産準備ができなかったので開始されなかった。 1990年6月、技術規制が撤廃されたことによりこの記憶阻止は、それまでの主要な顧客であったコンピュータ産業が、大幅に廉価な西側の同等品を大量に購入するようになり、生産を維持できなくなった。東ドイツでのドイツマルクの導入によりそれまでの輸出先であったソビエト連邦や東欧諸国の輸出市場を失った。ありがとうございます。